欲しいな。そなた意外とちょろいの。どこで覚えてくるんだ、ああいうの。わたち、お腹ちゅいたな。待ってろ。お隣さんの物音がちょっとね。それ、言った方がいいですよ。アクション！誰か先生のこと噂してるのかもね。教え子に手を出した挙句、部屋にも連れ込んでるって。いっぱい食べてね。先生、おいしい？そっか。昨日の私とどっちがおいしい？見た！ちょっと離してよ。大丈夫。もう逃がさねえ。行くぞ、シーター！マーク！大丈夫ですよ、コミさん。あれは多分、その、何か勘違いが。僕、コミさんの友達になってもいいよ。あ、やばい。そういうのじゃなくて。アナグマさん、最高だな。ヒゲマッチョ、いいな。ごまかせた。温めて、風邪ひいちゃう。ウォルシュさん、おかわりは？ああ、もらうよ。愛してる。寂しいな。ひくし。マーカー先輩は表ですね。マーカーがモテるんじゃなく、俺がモテるんだ。人それぞれってこと。納得いかねえ。あーヌーグちゃんかわいい。母上、これくらい自分での。いいえ、これは母親の仕事です。絶対にルーグちゃんには渡しません。大きくなってだんだん私を頼らなくなってきたルーグちゃんを、こうしてまた世話をする日が来るなんて、まるで赤ちゃんの頃に戻ったみたい。やっちやっちやっち。楽しそうだな。父上、助けてください。寝不足で頑張ってたからな。無理もねえか。髪食っちゃってんだ。お、完全に熟睡コース入ってますね。かわいいね。なんです？朝も食べに来るつもりか。そうだ、私がお金出すからお風呂作ろうよ。風呂？そこまでしてもらうのは悪い。いいよいいよ、私も使うんだから。ベッドはシングル？一つだけ？うん。じゃあ明日買ってこないと。それじゃあまるで俺の家に住むみたいじゃないか。あなたの家に引っ越すんだから当たり前でしょ。あの、すみません。この世界には女しかいなくなってしまったのです。ごく一部の男性はコールドスリープ状態で何とか生きながらえていますが、地球上の 99.9% の男性が死滅しました。夢か、夢じゃないのかこれ。男だ。当時は初めてだというのに、こういう時はどうしたらいいのか皆目見当もつかない。あれ、布団別々。おやすみなさいませ。一緒のお布団が良かったですか？ダメですよ、私なんて初恋だってまだの乙女ですよ。そういうのは結婚するまでお預けです。毎度毎度たった1週間でどうしてこうなっちゃうの。先週私があんなに綺麗に片付けたのに。見なよ、そこなんて小さくてヤバい子たちが集まってパーティーやってるよ。放っておけ、奴らは単に見かけが不快なだけで僕のピアノの邪魔はしない。誰かと違ってな。いらないって言ったでしょ。誰がこんなもの。
おいしい。湯上がりの一杯どう？うまいだろ。全然。今日が雨ならよかった。晴れの日の失恋ほど痛々しいものはないよ。男だって話したのか？したよ。彫刻家ってやっぱ筋肉すごいんですね。立ち直り早くねえか。あれやっとろ。あなたたちずいぶん楽しそうね。木戸先生、もう授業始まってるわよ。すいません、あでもサボってたわけじゃなくて。だいたい保健室に私がいなかったら職員室に来なさいって言ってるでしょ。失礼しました。おお。しょ。そういえば友達と買い物行くって言ってたな。いえまあはい。で何買ったんだ。服とかです。じゃあな。はい。おいしい。おいしいから食べてみてくださいな。もうはしたない。これだから最近の若者は。いや、やめたまえ。人が見ているじゃないか。すみません。ほらほらほら、この変態マザブタ野郎、癒やしい声で泣きなさい。甘ったれてんじゃねえよ。もっとください、女王様。ほら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 、もっとゲミた声を上げるんだよ。ハッツハッツ、ありがとうございます。やべえ。これはハマっちゃったらダメなやつかも。あのガス、なんじゃ。これっていわゆる博打なんじゃ。下品な言い方じゃな。優雅に知的遊戯と言わんか。博打じゃん。もう大切なこと教えてくれるって言うから期待したのに。まあまあ、カッカするでな。次もう一回、今度こそ。二人でウィルに何を教えているんですか。こっちはこの一挙手一投足に一週間分のヌードルちゃんがかかってんだ。ロックって嘘だろ。変身する人を引き受ける人、変身する人を